A4 用紙1枚からこのような四角の箱を作っていきます。このような深い箱からこのような浅い箱まで作ることができます。 A4 用紙1枚を用意します。これは、分かりやすいように線が入っている面と線が入っていない面の用紙を使って折っていきます。慣れるまではこのような練習の紙を使って折っていって、慣れてからこのような模様の紙を使って折っていった方がいいと思います。縦長に置き、端を 1-2cm ほど糊代で折ります。糊代の長さによりこの箱の周りの長さが変わってきます。たくさん糊代を取れば狭くなり、少し薄くすれば広くなります。その長さで箱の底にしたり蓋にしたりして、このように合わすこともできます。糊代を折ったらこのまま半分に折ります。向きを変えて手前の1枚をここに合わせ半分に折ります。ひっくり返してさらにここをここに合わせるように半分に折ります。そして一度広げ、今つけた折り筋の反対側を、反対側になるように折り、折り筋をしっかりつけていきます。この1枚の紙で折る箱は折り筋をしっかりつけることで折りやすくなりますので、しっかり折っていってください。一度広げます。箱の表側になる面を下にします。内側に来る方を上にして置き、糊代が左になるような向きで置いてください。そして今からこう、このような向きの線になるように折っていきます。折りやすいような説明をしますので、順番に見ていってください。まず、この辺とこの辺が合うように折ります。こういうふうに向きを変えて、このように折ります。一つ折り筋をずらし、今度はこの辺とこの辺が合うように折ります。この時、この横の折り筋までこう折ります。全部折りません。ここまで折ります。もう一つずらし、この辺とこの辺が合うように折ります。この時もここの横の折り筋まで折ります。ここまでです。もう一つずらし、ここの辺をここの辺に合わせます。これもこの横の線までこのように折ります。最後もこの辺とこの辺を合わせます。これもこの上の線までこのように折ります。一
度広げます。次は今つけたこの斜めの線の一番上に合わせこう折っていきます。この時少し4つの斜めのこの頂点の部分を爪で跡をつけておき、こぎ返します。この端を合わせ上の長さを見ながら平行に折ってください。しっかり折り筋をつけてください。一度広げ、今つけた折り筋に向かい半分に折り、のりしろの部分だけ折り筋をつけてください。ここだけです。そしてこの紙を180度回転させます。今つけたこの折り筋よりも 4,5 ミリ向こう側へこのように折ってください。しっかり折ってください。そして裏を見るとここにすでに折り筋がついています。この幅が箱の深さになります。この状態のままこの折り筋を目安にこういうふうに折っていってください。この時中のこの紙がずれやすいのでしっかりずれないように折ってください。しっかり折り筋をつけてください。そしてこの折り筋をもう一度折り筋に合わせてもう一度このように折っていきます。次にこの斜め裏を見ると斜めの線がもうすでに入っていますので、2枚一緒にこの斜めの折り筋を折っていきます。ここまでですね。これも こちら側にはないので後ろの折り筋に合わせこのようにいきます。そしてしっかりと今つけた折り筋に合わせて折っていきます。そしてこれをこのままこのように折り、次に反対側を向けます。そしてこのように重ねていきます。重ねていきますが分かりやすいように色を塗ります。のりしろの部分のこの内側の部分をの内側の部分に合わせます。そしてこの部分をこの右側のこの部分に合わせます。緑の方を緑のこの部分に入れます。
下の部分を、右側の下の部分をふわっと上げて中に挟み、ピンクの部分をこの輪っかの、手前の輪っかの中へ入れます。そうするとこういう風になります。そしてこの部分だけ少しのり付けをします。この部分だけのりを付け、ここの端に合わせ留めます。やりにくい方はこのピンクの部分にも糊を少しつけて、端を合わせ押さえて糊付けをしてください。このような形になります。そしてこれをこのまま置きます。まずこの飛び出てる中側を折っていきます。斜めに折り筋がついています。一度この折り筋を確認するようにこう折っていってください。重なった部分を少しこのようにしてください。まずこの斜めの線を使い、ギュッと押し、右側に来た分も斜めの線に合わせてこのように倒します。こちらの斜めの線に合わせひねるような形でこう倒し、最後も斜めの線がついているのでこのように倒していきます。もう一度やります。すでに斜めの折り筋の線がついていますので、斜めの線を折りながらこうひねるように折っていきます。斜めの線を一度、もう一度こう折るように、ちょっと内側に押すような形で確認し、こうなるように斜めの線を使いひねるように折ります。コツとしてはまず一面をこの斜めの線に合わせ右側に倒すように持っていきます。こちらの斜めの線も使い倒していきます。こういう感じですね。そしてギューッと右へひねるように押していくと、きれいにこのように畳むことができます。ここが慣れるまで少し難しいと感じるかもしれません。そして次は内側を折っていきます。縫い代の部分を手前になるようにこのように置きます。ここは糊付けをしていない縫い代の部分です。この糊代だけの部分を向こうへ倒します。すでにここに折り筋がついていますので、この折り筋を下の底のこの辺に合うようにこのように倒します。この斜めにも折り筋がすでについていますので、倒した後ギュッともう一度なぞってください。向きを変えます。手前にあるこの紙を向こう側へ倒します。この時もここに線があるので、この線を下の辺に合わすように倒します。そしてこの斜めの線もギュッと揃えます。すでに折り筋がついていますので折りやすいと思います。さらに向きを変えます。手前の1枚を倒し、折り筋と下の辺を合わせるように折り、斜めの部分をギュッとします。さらに向きを変え、同じことを繰り返します。もう一度最後向きを変え、このように倒すだけになっています。最後はこの部分を最初のこの下へ入れます。
形を整えます。これで四角い箱の完成です。最初ののりしろの部分を調整して蓋にしたり底にしたりすることができます。また深さを浅い箱にしたいときは最初の A4 の用紙の縦の4分の1切り取ってから同じ作業をしてください。上から4分の1ほどこの上の部分を切り取ってから同じように折っていくと浅い箱ができます。浅い箱と深い箱を合わせて作っても可愛いと思います。これで A4 用紙1枚で作る四角い箱の折り方の説明を終わります。